こんにちは、沼です。パワープロプリやっていきます。今回は、初回天才確定サクセスですね。やっていきたいと思います。ということで、今回はアスレテースでやっていきたいと思います。結構いろんな高校周りを今させていただいていて、まあ、全国高校の育成がね、一段落したので、まあ、今回はちょっとアスレテースでやろうかなって感じです。花丸と結構迷ったんですけど、やっぱ花丸も、一つこう、落ち着かせて、また、こう、一回りした時にね、花丸やれたらいいかななんていう風に思ってます。ということで、初手で覚醒してるんで行きましょう。多分一瞬です。頼む！おー、これは？まだある？いやー、ないー！ということで、丸はないですが、やっていきましょう。で、今回のデッキが、進む、レンちゃん、神が、アンコ、トーチ聖火、そして、アズマ先輩と、いうことでやっていきたいと思います。お守り招きですね。行きましょう。まずは、でも、ここでいいか。レンちゃんの体力回復できますからね。いやー、まずは、どれくらいいけるのか。結構このデッキ好きでやってたりするんですよね、裏で。ああ、いいっすね。これは、取りましょうか。まあ、なんの不満もないですね。能力値的には上げられるとこ少ないので、そのまま踏みましょう。はい、ありがとう。で、成果をね、さっさとまずは告白呼び込みたいですね。で、ここ、レンが来なかったんで、体力回復がまだ使えますと。これ、ボクシングめっちゃいい感じだな。もう、持ってきちゃいましょうか。ボクシング。で、これ踏んで終われないと。一応、肩ですね。肩は、無理か。じゃあ、いいですね。行きましょう。メンタルで取れるっていうのは結構メリットとして大きいので、サクサクやりたいですね。おー、まだレンちゃん来ない。あー、いいんじゃないですか。柔道がギリ終われないですけど、成果の評価はこれでいきましたね。で、レンちゃんで体力回復です。サッカーから行きたいですね、できたら。あー、ここはうまいな。ここはさすがにスポクラ行きますか。これだったらね。サッカー手が来るな、もう。で、パワーを40まで上げます。で、踏みましょう。あと1回踏むかタック巻き込めばいけそうですね。オッケー。俺もだよ。タイミングナイス。で、サッカーはまだ無理と。あー、これ4ですね。さすがに取ってタック仕掛けられたら仕掛けたいですね。うん、一発逆転。体力回復ありがとう。これ筋力だったらいけるんじゃねっていう。うわー、強い。しかもいける。超迷いますね。こっちレンちゃんでサッカー踏めて5なので結構大きいですけど。ここ踏んで暗号がいいかな。超悩ましいですね。いやー、ここ行くか。さすがに暗号ちゃんでしょう。まあ、今後のサクセスを占うんです、僕ら。先やるかやらないか。結構いい感じのタックですね、これに関しては。ちょっと卓球挟んでしまうんで、体力の消費が大きいですけど。で、下ですね、ここは。よし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 、早急。ナイス。めちゃありがてえ。メンタルとか無理か。25% はちょっとさすがにリスキーなんで、一回、デート入れましょう。うん、悪くないんじゃないですか？で、ダメだ。あとは、ちょっと電光石火早めにもらいたいですね。後で被るとかが嫌なんで。おー、5。強い。それはありがたい。どうしましょうかね。サッカーも入れたいんですよね。サッカー入れたいんだよな、できたら。サッカー入れないとなかなか、その先の展開が見えないんで。ちょっとスポクラ入れます。よしよしよし。レストランですよね。で、電光石火はとりあえず OK なのと、タック入りました。これタックで取る意味。まあ、ないことはないか。そ
そんなに大きく意味はあるかわからないですけど、まあ点数は入りますね、そこそこ。結構いい感じですかね。いきますか。精神がすごい入ってます、ね、あとスケボーなんとか早くやってあげたい。ここはランニングマシンで最大値上げておきます。うん、東先輩評価いくな。電は触んないようにしたいんで、監督評価とカミラでいいですかね。そこそこ上がってるね。うん、ここは体力も温存できるんで、よし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 、いいんじゃない。しかもタックしてる。あー、タックしてるけどさすがに、まあ、おー、強い。それは強い。まあ、ここはここですね。さすがに、タックの内容が、ちょっと強いですね。ちょっと、敏捷点が怪しい感じになってきてますが。よしよし、いいんじゃない?ああ、2000点出てますね。結構いい感じ。ただ、サッカーと、あれがまだ終わってないので、そこはケアが必要ですね。まあ、行くとこね。これは行くところが、なかなかに限られている。スケボー行きます。まあ、早めに終わりたい、マジで。うん。これは、怪我でいいですね。回復ナイス。スケボー終われるな、これで。うん、ここはまあ素直に終わっておきましょう。タックで取れる可能性もありますけど、まあ取れなかった時が一番でかいんで。押し切り。オッケー。おはー、つらい。肩いいんじゃないですか。卓球も絡んでますからね。こういう時のためにやっといてよかったってなりますよね。電光石火、そろそろ意識は置いときたいですね。多少臨床は危ないよっていう意識は欲しいですね。ナイス、ラブパください。オッケー。行ったら来るやつ。肉の回復でもいいな。うん、ここはしっかりと回復させてもらって、打撃タックいいですね。ああ、まあ、レンでもいいけどな。まあ、これはでも取りましょうか、普通に。点数大きいですもんね。進むの打撃タック。いいでしょう。で、拾いましょう。そこそこ点数出ますね。あとはバレーボールも噛んだのが結構大きかったっすね。で、ここ下で怪我20にしますと。からの、うわー、微妙い。まあ、メンタルで回すもよし。いやー、ラグビー。いやー、超微妙だな。これ、デート行きますか。ちょっとラブパしてるんで踏みたかったんですけど、いろいろ。さすがにちょっと、無理やなっていう感じ。で、レンちゃん終わっちゃいました。ただ、まあ、イベントは起きてくれたんでいいでしょう。あと一回残ってましたけど、まあいいでしょう。進むですかね。ここは進む行きましょうか。進むのコツか。まあ、どれでもいいっちゃどれでもいいですが。あ、ちょっと守備待っとこうか。進む来てるんだったら。体操競技いらんですけどね。踏むとこないんで、他。オッケー、広角打法、いいでしょう。上ですね。挑発、オッケーです。で、レンちゃん、サッカーは早めに終わりたい。彼女を出てこないと結構厳しいですからね。守備力はまあ足りてるでしょう。オッケー。いや、お守り持ってきてるんで、多分まあ、まあ、最終的な評価は大丈夫だとは思います。メンタルか。
まあ、成果でいいでしょうね。このメンタルに行く意味は、全くないでしょうね。アーチェリー行きますか。アーチェリー肩だったかな。うん。まあ、A まで乗せておきます。OK。よし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 。わー、辛い。お願い。ここは、中吉以上。ナイス。超でかいわ。超でかいし、これ強いんじゃない ?4。4だけど、これ技術ですね。技術だな。まあ、ここはでも、成果なので、普通に踏んどきたいですけどね。あとは、精神取るためにボクシング持ってくるかどうかなんですけど、まあ、いらないかなって感じはします。いや、ボクシングいらないでしょ、さすがに。もう結構入ってると思うので、精神としてはね。ここは単純に筋力踏んどくだけにしときます。ラブパナイス。おー、マジ?でも元気にもなる必要ないし、ここはさすがに願い事なしで、お帰り願いましょう。いやー、おー、5じゃん。いいんじゃない?普通に踏みますか。で、補給なのであげます。これでとりあえずは大丈夫と。5のタック刺して。どれ取るかな。筋力、いや、まあ体幹にしとくか。よし。選べるし、めっちゃでかい。これは、まあ、なかなかいいタックになってくれてますね。卓球、あそこにあんのか。あんまりわざわざ卓球移動させたくないですね。この距離感だったら。まあ、筋力欲しいし、肩だろうな。ってことを考えると、技術精神か。いやー、全く無駄がないんだよな。まあ、変えるんならこうですね、多分。うん、これで取っていきますか。で、まあ、そろそろ、電光石火をね、意識したいんで、こんな感じでいきましょう。結構このタックはでかいですね。で、電光石火取るためのポイントは、まあ、余しながら。ああ、いいんじゃないですか?あ、ただ、ここは、まあ、いや、どうしよっかな。これ強いな。そこそこ強いですね。行くか。これでポイントもらいましょう。うん、いいんじゃないですか?6257点。まあまあ出てますね。1万点は超えたいな。なんとか。応援しまーす。で。これ何が足んないの?足んないのは、精神ポイントですね。行くところが微妙。まあ、フェンシングでいいですかね。いや。できれば、バスケットボール早く終わりたいわ。うん、パーキー OK です。よし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 。あー、4いいですね。さすがに取りますか。で、これ取って、ここは確かポイント、総力だったと思うので上げておきます。で、まあ、そこそこ S も並んできましたね。うわー、強い。これは取りましょう。バスケ5はやばいね。パワヒラブパワー。めっちゃラブパくれますね。一緒に筋トレで。OK。このタックはでかい。しかも選べる系ですね。3種類の経験点をもらうのか、はたまたここはメンタルいくのか。まあメンタルの方が良さそうですけどね。
で、ボクシング入れましょうか。で、流せばいいと思います。700入ってますね、強っ。さすが、東先輩。すさまじい点入りましたわ。ウェイトでいいかな。で、ここはバスケットボール選んどきます。守備。はあ。まあ、悪くはないが、ここが圧倒的にいいですね、競泳。競泳の4。ああ、バスケ持ってこようかな、もうこれ。全然ありですね。よし。頼む。タック起きて、次。よし。ああ、打撃か。まあ、いいんじゃないですか。そんなにめちゃくちゃ悪いって感じではない。まあ、そんな悪くないが、精神がやばい。精神がやばいですね。広角打法と、アベヒーもらいたいかな、先に。うん。精神が、まあ、相当来てますね。精神相当来てんな、これ。いきますか。はい。あとは、まあ、電光石火被ってももう大丈夫なので。OK、阿部比。守備骨でもよかったけどね。ちょ、やる気なくなりましたね。やる気が欲しいぞと。で、ここから、卓球、おー、なるほど。ああ、いいですね。まあ、当然得点を追われる。当然得点もありなんですけど、ここの4も結構大きいです。ただ肩はまだ追われないっていう。どうしましょうかね。技術はいつでも取れるような気はするけど。ここが次3なので回してもいいが、結構体力が取られる感じはありますね。難しい。ここの方がいいかな。精神が凄まじいんですよね。これで取りますか、じゃあ。ストライク送球まで行きました。おー、フェンシング終われる。ま、今終わりたいかって言われるとそんなに終わりたくないですけど、競泳先行きますか。ラグビーと組み合わせられるかわかんないですけどね。で、おー、いいんじゃない？ああ、いいっすね。これは取っとこうかな。臨床点欲しいですしね。バレーボールが噛み合ってるんで、まあ、いい形だとは思います。オッケー。からの。おー、割れる一撃で。結構こういうのが割と多いですね、今回。技術欲しいな。まあ、技術はいつでも取れるはずなんで、そういう意味ではありがたいですけど。おお、なんと、どう形容していいものか。3なんでバスケットボールまでかな。なんでここに卓球入れましょう。で、技術めっちゃ取れるはずです。495。で、まだ終われないと。補給。肩力。うん、まんま踏みましょう。オッケー。結構技術にできましたね、ここのゾーンを。打球伸びありがとう。うん、これかなりですね。オッケー。で、1万点なんとか超えれました。オッケーオッケー。まあ、悪くないんじゃないか？ムードとか取りたいですね。帳尻。ちょっと、どこまで取っていいか謎なところもあるんですけど、千丸じゃないんでね。ああ、いいじゃん。4ですね。か、まあ、デートでいいかな。
そんなに無理しなくていいと思うんで。うん、1万点超えれました。オッケーですね。もうちょい得点欲しいかな、頑張って。筋トレ講座じゃない。イベント呼び込みですね。筋力もらいましょう。おー、3。そうですね。まあ、タックじゃなくていいので、連か。別に欲しくもないけどな、ここ。ここそんなに欲しいかと言われると別にそんなに欲しくもないけど。で、3のタック。3の肩タックでいいかな。臨床を入れるのか、まあ、技術入れるのか悩ましいですね。まあ、このまま今回はいきます。しっかりこの技術以外もね、稼いでおこうっていうところですね。あとは、まあ、まだ、電光石火も行ってないんで、まあ、入れ替えながら、しっかりと終われるところも終わりたいなっていう。これフェンシング終わるか。96、一応行けました。で、フェンシング踏みましょう。うん、電光石火 OK ですね。メンタルとかはね、やっぱ踏んでうまく使ってあげたいんで。あー、3連チャンか。むず。まあ、技術とかを踏んであげた方がメリット大きいでしょうね。まあ、体力も使わずにこの辺で回収しておきましょう。強いじゃん。いいんじゃないこれ。いやー、すごい体力使われる。体力の消費パないですね。体力の消費パないな、これ。これがいらんかな。後ろの方に回しておきましょう。で、さすがに終われるよね。まあ、ここは進むを気にせず、91までは上げときます。で、総力に応じてだもんな。うん。まあ、これ C ですけど、いいでしょう。オッケー。よし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 。で、ここは代打ですね。自分の打席をプレイしましょう。技術精神はまあまあ入ってますね。あとはどれくらいやれるかですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。オッケーですね。よしよしよし。で、次。はあ、うまいな。ただ、踏みたいと思う練習はそんなにないですね。一回デートします。デートの消化は、まあ、うまい感じでいってるかなと思います。ナイス。で、阿部妃大丈夫よね。阿部妃はレベル3ですね。で、ハイボールヒッターが、まだコツなし。はい。ああ、惜しいな。これ、いけそうだな。総力上げたらいけそうですね。オッケー。で、ロード終わり。よしよし、古軍奮闘まで行きました。ナイアンダオはなんとかいけそうですね。まあ、多分ですけど。どこオフもおか悩むな。まあ、ここ進む絡めると多分追われる可能性があるので、そのバレーボールでいいかなって感じです。あ、入れ替えできねえのか。じゃあ、いらんっすね。なんか追われそうなのはここだけですけど、いやー、次終わりてえよな。終わるんなら。まあ、デートにしましょうか。で、ハイボール取りましょう。からの。臨床ちょっと足んねえな。これどうしましょうかね、競泳。なかなか難しいところですけど、判断が。競泳最後でもいいんだよな。筋力。
やー、これとか拾いたいな。回ってくるやつはいらないので、基本的に。むずい。ウェイトと競泳は多分終われるっていうのと、あと一個なんか終わりたいなって感じですね、できれば。終わっちゃおうかな。いや、もったいねえか。ムード来すぎ。で、ここはしっかりとやりましょう。石化取る前に、さすがに、敏捷あげようかな。うん、これでいいですかね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK ですね。試合経験点の値やばいよね。強。敏捷欲しいからこっちですかね。まんま踏んでよしだな。結構、ポイントがやばそう。阿部比。流しとかも通れますけどね。どこまで取っていいかわからんな。うん。ラグビーとかうまく取れると、回りますけどね。強。あー、まあ、なしじゃないな。なしじゃないっすね。あー、なんか終わろうかな、じゃあ。できれば、まあ、これ、ワンチャンいけんかな。4人いるし。これいけると、ま、いいかな。テニス入れ替えましょう。多分終われるっしょ。うん、OK。よし。で、入れ替えもうまいこと使いましょう。ここ勝てるかわかんないですけど、まんまいきます。サブポジ保守。いきましょう。はい、勝てましたー。ということで、次いきましょう。入れ替えも使える。入れ替えも使えるし、なんか強いしって感じですね。ラグビーどうしようかな。ラグビーどうしようかなって感じですね。難しいところですね。まあ、メンタルに競泳が来るようにするのか、まあ、筋力を優先的に取れるようにするのか、その辺が難しいところです。とりあえず、精神がすごいので使いたいって感じ。あんまり敏捷使うとな、もう敏捷が今、欲しくて仕方ない状態にはなってるので割と。何かしらで精神使えんかな。ちょっと精神が使えそうなところを探りましょう。まあ、これはどうせ取る。これもどうせ取る。これもどうせ取る。これもどうせ取る。ってなると、まあ、ある程度使えましたね。567。超ギリですね。3個か。3個ずる。まあ、この辺か。これで競泳入れときましょうか。で、踏みましょう。はい。精神やば。強っ。まあ、踏まないとなんだよな。踏まないとなんですよね、いろいろ。強いな。ただ次、いろいろ追われるかって言われると、絶対追われないんだよな。ただこれ筋力強いですもんね。まんま踏んでも全然差し支えはないようには思います。バスケットボールって筋力か一応。4なんでここまでか。筋力が欲しいんかな本当に。敏捷が欲しそうな顔つきしてますけどね。普通にそのまま踏んで入れ替えでまたこれ使う？それとも普通に踏むのか。いや、普通に踏むか、これ。マジで精神やばいな。全く心配しなくていいくらい入ってきますね。逆にちょっと入りすぎなんであれですけど。
これは踏みましょう。オッケー。で、これはまんまいきます。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。オッケーですね。で、メンタル一応光ってくれてますね。これありがたいな。しかも、卓球とか来てますね。悪くない形。普通に踏んでなんかやるか。ああ、これもありだな。これ選択肢としてはめっちゃありっすね。これだな。これをなんとか通してください。おいー、マジか。ミートカーソル下げられました。うーわ。これがパワープロです。はい、勝てました。次行きましょう。うわー、マジでミート減っただけじゃなくて、ここの4も取れなくなったんで、だいぶ痛いっすね。僕はどの練習を踏めばいいんでしょうか、一体。練習踏んだらまた怪我するんじゃないでしょうか。うわ、完全にやられましたね、今のは。大事な技術も一気に持ってかれました。入れ替えは一応できんのか。うわぁ、どれ踏めばいいの？一応、ナイアンダオーが終わってないのか。ってことですもんね。なんで、まあ、これで、とりあえず、これでパワーは101以上にしてもらいましょう。まあ、これがベストですね。うん、それも、叶わぬことになってしまった。だいぶ辛い。だいぶ辛い。ストスを取っときます。精神絶対バグるよな。いやー、足りるかな。はい、勝てました。ということで、なんとか最終戦勝てましたけど、いやー、辛すぎる。これもパワープロですわ、マジで。いや、まさかあそこで怪我して全て崩れると思わなかったっすね。わー、つらみ。総力いかないんじゃないかな、下手したら。18,400。はい、ってことで振って戻ってまいりました。いやー、もう痛すぎましたね、マジで。うわー、悲しみ。これはまあ悲しみを、しっかりと記憶しておく意味でもね。PC 音か。もう泣きそうなんだが。はい。ということで、まあ、やっぱ初回天才はこういう感じのサクセスに終わりますよね。で、サバカの方もね、まだやっていないので、まあ、そちらもね、合わせて日曜とかに動画撮れたらいいかなっていう風に思ってます。まあ、そっちでね、なんとかリベンジできたらいいかなということでございます。ぜひぜひ皆さんの初回天才サクセスの結果もね、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。僕の方は散々でした。今回の動画は以上となります。もしよければ、皆さんのチャンネル登録、高評価で応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。